台中不敬事件は、日本の国の宮国彦が、訪問先の台湾で、拡大自殺を計画していた、朝鮮人、張明川に襲撃された、暗殺未遂事件である。事件の発生地点、台中州立図書館折から台湾を訪問中の、国の宮国彦は1928年5月14日、台中を巡視していたが、その沿道で、張明川が担当を持って近づいてきた。 警護の者が、国飛行と著の間に入ってかばう姿勢を取った。そのため、担当を投げたが、国飛行には当たらず暗殺は失敗、蝶はその場で取り押さえられた。同年7月18日、蝶は、台湾総督府の高等法院上告部において、刑法75条及び、殺人未遂の罪により、死刑の宣告を受け、不刑事件は一申請のため即日刑が確定。 同年10月10日に死刑を執行された。この事件で台湾総督、上山光之総務長官、後藤文夫、刑務局長、元山文平、台中州知事、佐藤続が6月から7月にかけて隕石辞任した。著はもともと独立運動をしていたものではなく、半島で日本が設立学校を卒業して結婚後に、 経済的成功のために単身で大阪で出稼ぎしながら野学学校に通ったがうまくいかずさらに台湾に移住して茶屋でアルバイトしていたがまたうまくいかず他人を殺す無差別殺人を起こした後に自殺する計画を立てていたそこに国のみや国飛行が放退したので国飛行を殺害した後に自殺する計画に変更したのであったなお 韓国で超知る者は拡大自殺願望者ではなく、独立運動家だったと認識している。著明派技師研究会は、国飛行は担当に塗られていた毒が回ったために、翌年に死亡したと主張し、このテロ事件を、朝鮮独立闘争の出発点としている。ありがとうございます。